どうも、お疲れ様です。今回はね、久しぶりに必ず1000円もらえるアプリ、みんなの銀行を紹介したいと思います。もうすでに私の放送をご覧になっている方は、このみんなの銀行アプリね、3年以上前からたまに紹介してますんで、ご存知の方が多いと思いますけども、まあ最近チャンネル登録者数の方がね、また数千人ほど増えましたんで、改めてね、紹介させていただきます。このみんなの銀行ってアプリは、 Google Play Store ね。えー、Google Play Store ですとか、App Store でダウンロードすることができます。で、ダウンロードをするだけではダメで、ダウンロードした後にね、まあ銀行アプリですから、普通にお金のやり取りできるアプリなんですよ。で、そこに本人証明として、運転免許証番号が必要になってきますんで、運転免許証を準備してください。 えそしてダウンロードした際にはプロフィールを作るときに運転免許証番号を入力することになりますで次が肝心なんですけども1000円もらおうと思ったらねこの紹介コードを同じプロフィールの欄に入れてもらいたいんですよでそうすると紹介を受けてこのみんなの銀行アプリのプロフィール完成したなってことで1000円がもらえるということになってますねでちなみになんですけどもこれね 1000円もらってみんなの銀行のアプリができた暁には今度はね自分自身の紹介コードってのが発行されますもうお分かりですかねはいみんなの銀行のアプリを紹介コードを入れて運転免許証番号を入れてプロフィールができた方は今度はねご自身の身の回りの方ご家族ですとか友人ですとか職場の同僚の方に同じようにこのみんなの銀行アプリをダウンロードしてもらって今度は ここにある紹介コードではなくて、ご自身の自分自身の紹介コードを持って、で、運転免許証番号は、今度ね、新しくアプリをダウンロードされる方の運転免許証番号、この2つを持ってプロフィールを作っていただくと、新しくみんなの銀行のアプリをダウンロードして、プロフィール作成した方には当然1000円入るんですけども、紹介を起こした方にも1000円入る、つまり、両者に1000円ずつ入るんですよね。 ま、こうやって、1000円の連鎖が始まっていくってことになります。まあ、ちなみにね、30万円を上限として、この1000円っていうの,のの報酬っていうのが終わってしまいますんで、300人の方に紹介を出す驚異の紹介キラーの方はね、あ30万円ゲットできるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに私は最初の1年で30万円行きまして、それでも1年かかりましたけどもね、えー、あの、30万円行きまして、もう、 私はこうやって紹介してるんですけども、私自身の報酬は増えません。増えませんけども、まだね、このみんなの銀行をご存じない方にチャンスが広がればなと思って、今回もアプリの方、紹介させていただきました。ぜ、え、ひ、ー、ね、これ終わった後、Android の方は Google Play Store でみんなの銀行を検索して、こちらのロゴをね、頼りにダウンロードしてみてください。えー、そして iPhone を持ってる方は、 アップストアから同じようにこのみんなの銀行のね3っていうやつねこれ3っていうのがパラテノン神殿のイメージなのか分かりませんけどもこちらの方をダウンロードしていただいて紹介コードと運転免許証番号を入力してみてくださいはい、えー、それでは動画概要欄にも貼っておきますんでそちらの方からご参考にありがとうございました